あ、じゃあせっかくなんでショアトルーパー使っていきましょう。突入。よし、こっからだよ。こっからやらないと。俺もビークル苦手。マジでビークル苦手だわ。人少ねえな。半分しかいないよ。あ、もう、マジ苦手、マジ苦手、もう、全然わかんないもん、マジで。早く歩兵やりたいわ。そうそう、PS4 だとね、なんか VR ミッションとかも追加された、みたいですね。今、Xbox 版なんで、ちょっとできないですけど。まあ、VR 持ってないですけどね、PS4 でも。あ、もう全然撃てねえ。え、もう、全然わかんない、もう。え、強くね。なんか、歩兵だけやってたいわ、マジ。ほんと、空やだ。綺麗だけどさ、めっちゃ綺麗だからさ、なんか、映画再現してると思う。それはいいんだけど、世界観はいいんだけどさ、もう、ビークル自体がほんと苦手だから、もうやりたくない やりたくないけど、やりたい いや、しかしね、俺ね、ビークル上手い人はほんと尊敬するわ。PC 版でさ、今もやってるかどうかわかんないけど、ポエフンって人がいるんだよね、韓国人で。で、めっちゃその人、エイウィング使ってて、なんか嫌われてるらしいけどね。それでも、めっちゃ上手いからさ、尊敬するわ、もう。ツイッチの配信で見つけたんだけどさ、俺の PC 版のね、日本人のフレンドの人が、まあ、ツイッチ配信してて、それでポエフンって人がよく動かされてたんだけど、それで見てさ、やばい。あ、これがユーウィンか、噂の。オッケー、よし、あ、危ない、オッケー、なんとか、撃破。お、あ、もう何これ、邪魔、宇宙ゴミ邪魔。いやもう、歩兵で挽回するわ、マジで。陽動、あ、次か。よし、地球行くぞ。地球というか、スカリーフ 降りるぞ。おお、あ、シールドね。あー、そういうの。もう、こっから俺もう1位頑張る。マジね、歩兵で挽回できなければ俺何も取り柄がないから。よし、このね、新しい、ね、なんだ、ショアトルーパーキャプテンね。キャプテン多すぎだろうって感じだけど 何人キャプテンいるんだよって。まあこれもう使えるよね。新しいスキン使っていきましょう。さあ来い、誰でも来い。お、え、どこい、どっから撃ってん、おい、停止し、取られてんじゃん、あっち。まあそれでも体が勝手に動き出すんだって感じで、体が勝手に動き出す。オッケー、よし。お、マジ。もうね、歩兵と、あ、歩兵とビークルじゃ全然違う。ほら、もう1位じゃないか。お。オッケー、よし。これ、勝つる。これは勝つる。あー、うぜえ、もう。シールドうざい。あ、まただ。やるな、敵。あ、ビークルじゃ、なんかドロイドいた。止めに行きたいよ。あれ、あー、相打ちだった。おい、1位、よし、いいんだよ。俺はビークルで活躍できなくたってね、歩兵で活躍できると思うんですよね できるからいいんですよね。ちょっと止めに行きたいけど、ダイオキシスちゃんが、毒ガスちゃんがうざいね。危ね、オッケー。うわ、ボディーガードいいよ。もうめっちゃ爆弾飛んでくんだけど。オッケー。お、この辺防衛しとこう。よし、あ、だけどね、楽しいかも、帝国側は。デススターの時はさ、マップも狭いわ。なんだ、ビークルも長いわ。でも、俺が苦手な要素ばっかり入ってたからさ、あれだったけど、これはまあ結構楽しいかもしんない。楽しいかもわからん。オッケー、よし。俺が止めに行く。誰も止めないなら俺が行く。いやー、難しい。あー、なるほど。こいつらがいたのか。ああ、むずいな。あ、そこ？そこ陣取ってんの？あ、破壊された。え？はあ、一つだけでいいのかよ、あれ。最悪。二つかと思ったよ。あれを、なんだ？守るの？よくわかんねえや。ちょっと変わったね、マップが。大事ないけど。あれ何か、カーゴ的なやつかな？あ、カーゴ的なやつ運んでんだな。なるほどな。あ、これは面白いね。面白いストーリー、物語というか、構成ですね。あれを取りに行きゃいいんだろ。
あ、これ守ればいいの。あ、取らなくていいんだ。あ、待って、突っかえる、突っかえる。何ここ。何ここ、めっちゃ突っかえるんだけど。イチャンのスレでも評判良くないらしいっすね。見てみたけど、なんか突っかえるやら、言ってる人多いっすね。マップが突っかえるみたいなことね。あ、だけど、これね、ビークルの方目つぶれば、全然いけるわ、俺。歩兵、第2回ウェーブあるから、歩兵でもう挽回できるから、十分。これちょっと面白いぞ。オッケー。あ、もうこのさ、ドロイド多くね。ドロイドめっちゃ来んだけど。ドロイドうぜ。オッケー。あ、これ帝国が楽しいろ。反乱は結局、攻めに行かないとなんだね。これがね、クリーム色のトルーパーに見える、敵が。それで間違えて撃っちゃったり、間違わなかったりするんで。はい。OK。この辺、守ってる。OK。OK。いいよ。これは好きかもしれない、帝国側。問題は反乱側だよね。これでいいのかな、きっとね。あ、なんか、うわ、ヒーロー来てる。あれ、多分、ジンアーソかな？ジンアーソじゃない？もしかして。どうせ新ヒーロー使うでしょう。こんなとこで、レイヤーとか中ばっか使ってるバカどこにいるかって話だよ。きっと新ヒーロー使ってると思うんだなぁ。見れないっすね。あれだ！ん？違う。あれは普通の歩兵か。ちょい。あれ？新ヒーローいなくね？いや、あれだ！いた！やばい！何これ？何これ？養成できんの？なんか、おお、なんだこれなんか、サイズミックスチャージみたいな感じなウェーブが出たぞ、さっき。ジャンゴフェットの、スレーブ1に乗ってるやつ。サイズミックスなんちゃらだよね。あれが出たぞ、一瞬。あれみたいな、ボワーンって。あー、ジンだ。ジンアーソだ。ログ1、ね、公開、ね、前ね。うわ、なんだ。見に行きますよ、俺も。もちろん。ただ、公開日に見に行くとね、ちょっと多分人混んでると思うんで、まあ、狙い時は年明けか、まあ、年明けも、まあ、混むよな、どっちにしろ。まあ、とにかくね、公開初日はすげえ混むんで、見に行かないですね。うわ、なんだこれ！でもこれがソニックなんちゃらでしょう。うわ、あかんねえ。これ相当だぞ。30分ぐらいかかるんじゃないの？タイストライカー支援。いけ、タイストライカー。レッツゴー、レッツゴー。これってなんか拾っ、うわ、普通にハードディスクだ。この時代だぞ。もう遠い遥か関東銀河系なのに、普通のなんかハードディスク的な媒体だった。あぶね。お、タイストライカーナイス。タイストライカー強えな。ちょっと、いまいちピンとこないんだけどね。どこにタイストライカーいるのかわかんないから、いまいちピンとこないんですけども。強いっぽいっすね、タイストライカー。これはね、帝国有利だわ。これは、このゲームは。圧倒的な帝国有利。わ、人少ねえし、しかも。オッケー。そっちから行くか。ちょっとね、この草の壁がうざい。もうどこまでが透明な壁で、どこまでが行けるのかってのが、ちょっと謎。あっちにいる。やばい、あんな外回りで。やばい、行かれてる。これ、エスケープあると多分便利なパターンな、感じないやつな。オッケー、よし、ナイス。取らせん。お、取らせんよ。こんな辺仕掛けとけ。これ、カツルロ。後ろからだぜ。いいね。よし、これいける。これ、もうまず一勝しよう。お、いいね、45キル。あれ、またリセットされてる。これさ、リセットされちゃきついっしょ。なんか一つだけ運べばいいとかあんのかな？全部運ばなくたってっていう。やつがあんのかな？よっしゃ。こら、いけんろ。いけないわけないじゃん。オッケー。クリームトルーパー多いな。後ろだ。あ、勝った。えい、48キル。よっしゃ。こんな感じですね。なかなか、まあ、歩兵は楽しい。はい、以上。